どうも、シタイくんです。みんな生きてるかい。さあ、今日はね、みんなが気になってるさくらのバッテリーの限界をちょっと見てみようかなと思います。一体さくらはどれぐらいで電結をするのか。そう、電結って言ってもどこまでってあるでしょ。 12V のバッテリーも電結させたらどうなる。つまりこれが切れるまでだね。このカーナビが切れるまでやったらどれぐらいかかるか、みんな気になるよね。さあ、ここにね、時計、見やすい時計まで用意しましたからね。14時からスタートしようと思います。14時ね、いい？ただいまの気温19度。今日はね、19度から18度って言われてますね。10月の9日でございますよ。さあ、皆さん、桜でね、サバイブするにはどうしたらいいか悩むよね。もしね、道路の状況でね、もう先に進めなくてそこにいなきゃいけないってなった時に、どれぐらい桜っていうのは生きていけんのか、みんな気になるでしょう。まあ、またね、災害の時にね、どれぐらいこれね、過ごせるかっていうのも参考になると思いますんで、ぜひやってみようと思います。もうね、まだ買って3ヶ月も経ってない。もう3ヶ月か。あ、もう3ヶ月か。じゃあいいか。ちょっとバッテリーが傷むと思うけど、やっちまえ。レッツゴー。はい、それじゃあね、まずね、電気の条件としては、まずオートエアコンは必ずつけとこうね。27度。これは暑いだろうとか言う人もいるだろうけど、まあ、シタイ君は全然27度でいいんだ。なので、これで生きていけるかどうかだね。それとナビゲーションをつけて、あと、まあ、室内光もちょっとつけとこうか。ここだけつけとこうか。これもつけっぱなし。あとはこのリーフスパイもつけとこうよ。はい、リーフスパイもつけといた。まあ、やっぱりね、ずっとここにいるとね、嫌な気持ちになるから、まあ、テレビつけとこうよ。まあ、24時間テレビ見ないと思うけど、まあ、一応ね、テレビつけとこう。まあ、これでどれぐらい持つかだね。さあ、それではもうそろそろね、今13時55分なんで、あと5分でスタートなんだけど、今 100% ね。100% なんで、こっから行きますよ。このバックミラー、このバックミラー消しとこうか。これは特に必要ないと思うんで、消しときます。はい、これでスタートだね。はい、抜くよ。抜いて、スタートまで、まだかな。ちょっとまだパワースイッチ押してなかったんで、パワースイッチ押すよ。うん。はい、これでスタートだね。ちなみに、リーフスパイも、つなげました。まあ、このね、SOC も狂ってるしね、もう、あんま参考にはならないんだけど、一応ね。さあ、これでどれぐらいバッテリーが続くか楽しみだね。これ、桜の限界まで挑むからね。あとはね、タイムラプスでね、撮ってますんで、ずっと流しておきますよ。まだね、昼間なんで、これがどう変わるかも楽しみだね。さあ、行ってみよう。おー、まだ 100% だよ。30分。30分経ってもまだ 100% から消えない。嘘でしょ？ 100% のままなんだけど、これなんかバッファーが効いてんのかもね。もしかしたらバッファーを今消費してんのかも。こんな長いはずないよね。きたー！ 99%！ さあ、何時かな？ 40分だね。40分かけて 1% 下がった。さあ、もしかしたらこっから芋づる式に下がるかもしれないね。ちょっとじゃあ1時間後見てみよう。さあ、早送りだ。はい、ちなみにね、まあ、日産コネクトにつないでると今何パーセントかわかる。99% ですね、今、現在も。部屋で何分かかってるか、何パーセントかがわかるっていうね。うんうん、いい機能だわ。はい、そろそろ2時間だよ。どれぐらいいったかな？ 96% ですね、今ね。ってことは2時間で 4% しか減ってないってことだわ。まあ、ちゃんともう涼しいんだよね。まあ、27度だから快適よ。テレビもつけて、照明もついて。で、ライトなんだけど、消灯できるね。このライトスイッチを一番手前に回すと、消灯するね、ちゃんとね。おそらくね、ドライブとかに入れたら勝手にライトがつくんだろうけど、
この停止状態だとずっと消えた状態になるね。まあさすがにそうだよね、停車してる時にライトつけっぱなしだと眩しいもんね。なのでライトを消灯した状態になっております。お、予報通り雨降ってきたな。ちゃんとライトついてないね、大丈夫だね。はーい、3時間経ちましたね。うん、ほぼ3時間。で今何パーセントかというと、じゃーん、 93% ですね。3時間で 93%、 7% ダウン。え、これ40時間ぐらいかかるんじゃないの。ちょっとしたく1日で終わると思ってたんだけど、やばい。これね、多分夜になって温度が下がったら27度設定だから暖房に変わるんじゃないかなってしたいと思ってんだけどね。そうするともっとね早くなるんじゃないかな。ちょっと気になったのが温度が34度なんだよね。 34.4 度。何もしてない割には高いんで走らないといけないんだね。多分ね39度とか40度近くになると冷却システムが働くんじゃないかなって踏んでんだけどね。はい、もうすぐ20時だね。20時で 85% ということで、ちょっと見に行こうか。6時間経ったら何パーセント？はい、84って全然減らないな。いや、それにしてももう全然、6時間でも全然だよね。12% しか減ってないんだよ。これ、やばくない？まあ、とにかくね、これいつまでかかるかわからなくなってきたな。はただいま21時59分ということで、間もなく8時間。今何パーセント？ 79%。おい。はい、ということで8時間経って 21% 減りました。でエアコンも27度でずっと効きっぱなしだね。でまあこのね照明のもと撮影してるんだけど十分明るいよね。この LED に変えて正解だったな。聞こえる？これなんかウィーンって音がすごい聞こえるんだよね。まあこうした方がいいかな。今何にも音してないんだけど定期的に音がする。これこの音聞こえるかな。うん、なんだろうね、エアコンのやつかな、なんだろうね。とにかくね、結構音大きいから、これ外に出してる人は結構近所迷惑かなと思うよね。これからまあ夜になるからね。下駅もシャッター開けっぱなししようかと思ったけど、ちょっとさすがに嫌だなと思うな。はい、もうすぐで夜中の2時、もう夜中ね。結構今ね、雨降ってんだけど、この2時ってことは12時間だよ。午後2時から始まってからね、今午前2時になろうとしてるので、今何パーセント？はい、66%。気温は19度ね。半日経って 66% だから、これはもう24時間オーバー確定。さあ、どこまで行くんだ。さあ、もう下井くんは眠いから寝よっかな。さあ、じゃあまた朝会いましょう。このまま。タイムラプスで撮りますからね。おはようございます。あー寝た。朝の8時22分ですよ。はい、ということで18時間かな。もうわけわかんなくなってきたけど18時間だね多分ね。さあ何パーセント？おい、ピョン、 45% です。今気温が19度、ずっと19度だったね。
今ねちょっと暖房っぽい感じになってるね。うん、多分ずっと夜中中暖房っぽい感じにはなってたんだろうね。あ、ちなみにエアコンはねこのオートってやつをやるとすごいね、オートやるよ、めちゃめちゃこれねすごい風が来るでしょ。こんな風来たらねうるさくて寝れたもんじゃないからね。まあ下井くんはいつもだからこの1ね、もう常に1ですね下井くんはね。もう1で十分、もうほんと風出てるし、で今ねめちゃめちゃ暑いぐらいだよこの中が。まあめちゃめちゃ暑いっていうよりもう本当に快適なんだよね、27度って下井くんにとっては常夏みたいな。まあもちろんね人によってこの体感差が違うからねこう差し引いてほしいけど、まあ多分ね我慢しなくて大丈夫な気温だと思ってください。まあとにかくねひっきりなしにコンプレッサーがね回る音がすごいするわ。めちゃめちゃ頻繁になるなこの音、すごい。なんか壊れてんじゃねえかぐらいの音してる。うん、もう常になんか鳴ってる。どこで鳴ってる？うん、奥の方で鳴ってるね。エアコンのコンプレッサーの音が鳴ってる気がする。ここなんだろうね、 12V になんか充電してる音なのかな。これね昨日はなかったんでね、今朝になってこの音がずっと鳴ってる。はい、14時ということで24時間達成。今何パーセント？おい、29%。ということで24時間で 70% だね、約ね。で現在温度30度なんだけど、バッテリー温度はもうすごい低いんだね。これ実はもうねこれ14度とかになってんだよ。もうなんでこんな下がったかというと、ずっとさ下井くんがさ朝方ウィンウィンガチャガチャウィンウィンガチャガチ ガチャうるさいなって言ったやつあるでしょ。あれねもうね今さっきまで頻繁になってたんだよね。もう10秒に1回ぐらいもう連続で鳴ってて、なんだろうと思って1回電源落としたんだよね。ですぐつけたらまあ正直この音やんだんだ、全く音しなくなった。ちょっと窓開けるよ。ほら静かでしょ。まあバッテリーの温度を下げるための作動音だったんだね多分ね。それしかありえないよね。あと今温度が30度なんだけど、この気温計見て19度18度なんだよね。外気温もそんなにね19度18度ぐらい寒くないし、今日暑くなるって言われてるんだよ実はね。だからこの温度もなんかおかしいなと思うし、うん、それに合わせてこの今ね暖房が効いちゃってるっていうやつだね。それでバッテリーがねだいぶそれで食われてる気がするね。だからちょっとペースが速くなってる気がする。さあということでこれをもう電結直前まで行くよ。それでは電結直前で会おう。はい、ただいま。0時51分ということで、さあ、もうすぐで深夜1時になります。ということでね、2時になったら36時間達成なんだよね。で、もうね、正直な話をさせていただくと、もうこのまま行ったらね、普通に2時超えるんだよね。確実に。で、今何パーセントかっていうと、あ、出てるね。バッテリーが足りないって、充電してくださいって出てるね。今 4% なんだよね。このペースでいくとね、1時間で 3% なんだよね。まあ20時間で 60% とかそういう感じ。うん。もうね、ずっと同じペースで来てますね。もうね、これ2時超えるのはもう確定なんで、ちょっとね、強制的に0、いや 1% まで持ってこう。
もうこいつは36時間以上このままだと行くっていうのはもう確定なんでね。ただもうちょっと夜中遅いんでね、撮影に向いてないんでね、ちょっともう強制的にゼロに持っていってバッテリー上げよう。まずはね 1% まで持ってって、でゼロになって 12V 落ちるまでやろうよ。はい、もうねエアコン最大マックス20度設定の最大風速にして今負荷かけてます。うわちょっととんでもね寒さ、寒すぎるわ。音もうるさいしね。もう25度まで下がってるよ。さあ 1% まで頑張ってくれ。 1% だったら元に戻すよ。はい、ということで 1% になりましたよ。 1% 頑張ったね。もう何もかも表示されなくなりそうだけど、で全ての数値をもう戻したんで、まあ、これで20分後にゼロになるはず。リーフスパイがなんかね、これ 0.89 アンペア今使ってるってことかな、多分そうだよね。で 13.12V がこれ多分 12V の電圧のやつだよね。この 13.2V が多分 8V とかになると消えるんだろうな、多分ね。1時32分なんで、あと2分で 0% になる予定なんだけど、どうかな、わかんないね、これだけじゃね。お、なった。ゼロは？うん、1% のまま。多分ね、こっからね、予備バッテリーなのかどうかもあるよね。わかりやすく言うと、20分で 1% っていうのがもう今回の実験でわかってることなんだよね。まあ、この電力量ならねっていう感じ。はい、10分経ちましたね、あれから。まあ、11分経ったか。まだ 1% キープ。はい、30分経ったけどまだ 1% っていうことはもう 1% 表示で終わりかな。いや、こっから長いとか。1% になってから1時間経ちました。まだ 1% ですよ。いや、長いなこの企画検証。全然テレビもついてるし、エアコンもついてるし、これいつになって終わんの、やばい。関係ないかもしれないんだけど、ここのアンペア数が下がってきた。 0.85 あったんだよね最初ね。それが 0.8 になって今 0.77 アンペアになってきてるから、これも明らかに下がってきてる。あとはこの多分ボルト数が下がるとね、鉛バッテリー君を食ってるってことだよね。さあ、ということで2時34分になったら 0% になったであろうとこから1時間経ってんだよね。でまだ 1% ね。まあ、これは何を意味するかというと、20分で 1% を消費する電力を使ってたんだ今までね。ゼロになってから 3% 分の余裕がまだあったってことだね。さあ、こっからどうなるかだね。まあ、多分ゼロにならないんじゃないかな。でもね、走ってる時にゼロにならないで 1% のままだったらどういうことなんだろうね。走ってる時ね、今止まってるからだけど走れんのかな。そう、不思議だね。はい、ついに表示されなくなりました。来たね、 0% ついに来たよ。42分っていうことでね、 1% からすごい経ったな。1時間と26分かかったね。まあ、下井くんの今回の電気使用量からすると、1から0の間 4% ほどの余裕があるということが分かったわ、これで。ということで、これはもうね、上げた後は、もうやることは別にいないんでね。この後ろのタイムラプスビデオで上がるまでちょっと映そうと思います。まあ、ということで、下井くんが一番言いたいことは、0% になるまで、まあ、1% から 0% の間は 4% ぐらいのバッファーがあると思っていいんじゃないかな。もうこれは確定だね。はい。これをやりたかったんだよ、下井くんは。次は、バッテリーが上がってしまった EV はどうやって起動するのみたいなのやりたいんでね。まあ、そのために 12V バッテリーを上げるだけなんだけどね。ということで、次回はそれだよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。下井くんでした。じゃあねー。
続きはずっと見ててね。